その昔、関西とヤングタウンとはちょっとちゃうんだけど、全国放送やったらオールナイトニッポンとかね、本当にそばで支えず感じのもあった、中島みゆきさんとかね。男の人はどっちかと数人でやってたかな。中島みゆきさんのには時々、他の芸術家とか文化人とかね、やってきたりして、小説家とかね。栗本薫さんとかも撮ったことあったんですよね。漫画とかもね、来てたんですよね。で、男の人の方、バンド仲間だって、何してるのとか、妹カノメさんとかも、ラジオの時やたらこれ弾くってびっくりしたよ。ね。ていうか、同じ人と思わんかって、当時。ああ、いいかな。何このギャップみたいなのよ。じゃあ、どこのかな、この話聞いたの。草場の陰で言ってるのかな。草場の外で起こるのかな。で、だからその、すぐそばにいるタレントってことね。だから、松田聖子は別として。松田聖子もそのはずやったんでしょ、本当は。でも、それ以前の世代のノリになっちゃっただけで。中森明菜さんね。どっち、そっちは参加。尊敬度の違いみたいなのかもしらんけど。もう、キョンキョン行くわ、もう、完全に。その辺、その辺のジャリンコみたいなの、やっぱりな。それとうちの方がもっとその辺のジャリンコっぽいよ、本当はな。で、結局その芸術館っていうのがね、そのオフにラジオ番組とかやったり、オフにテレビに出演したりする。音楽家も。俳優も。その時は弾けんねん。そういう、もともと人を楽しませるし、要は何言うても、人を泣かせるだけのそういう職業でもないし、泣く言うても人情話を演じて笑うやろ。な、人を泣かす職業って何？だから、とにかく小説家とか漫画家とか、音楽家でもそのアーティストって呼び方ができた人っていうのは、本当にちま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 仕事いるねん。いるねん。例えば、もう、なんかの、イコライザーって、うちらの若い頃言ったけど、そのミキシングマシン、あーってな、あんなものがあったけど、誰か、何やったんだっけな。ミキシングマン、PA っていうか、ミキシングマンがやってくれるっていうのは、そんなの。大物っていうか、その、違うよ、そのミキシングマンって喧嘩になったりな。だからさ、ミキシングマンに合わせてくれって。なる場合が多いんだろ？若手の時かな。言ってるの分かるだろ？そのミキシング命より、ミキシング命のバンドなんかいらんわって言われて。どの、ライブハウスでも、連れてこい言うんかってなるし。そこの機材の入らないってなるやんか。どこでも対応できるようになるために。いや、でも、レコードぐらいはね、自分らの理想のミキシングでやりたいねんけど、まだ早い。やられるやろ？そういう世界やったからな。今やったら自分で、BPM なり、うちらさ、あったのは、BPM 一個前のやつ。ミディとかじゃないの、そんなあったんやな、MTR？MTR結構さ、あった。もちもちもした作業で、たとえ、4チャンネル程度しか使わんでも結構に。で、録音するのは、失敗したというふうにしちゃうか、じゃ倍の時間かかるの。1秒の失敗が原因で倍の時間かかるのか。で、それ録音したものを売るわけやから、お金もらうわけやから。で、そんなんとかの YouTube とは、ちょっとちゃうかな。YouTuber はそういう失敗は許されないんでしょう。ね、広告載っけてたら儲けてるからね。でしょ。で、うちらなんか、行商のレベルですらない。一切お金もらってない。そのからお金も払ってない。電気代と電話代払ってるだけのもあり得るかな。でしょ。あとあれね、携帯の携帯代ね。で、だから通信費は電話代かな、基本の。でしょ。で、結局、
まあ、さんまさん以降、さん付け。さんまさん以降、さんまさんもな、あれやってあったよね、ヤングタウンな。で、谷村新司さんもやってあったし。やったら身近になったよな、だから。歌手とか芸人かな。で、ずーっと喋ってあるよ。こっちもずーっと聞いてるよ。な、なんか付き合い不可があるのラジオって。な、だから、大御所でもラジオまた戻ってきたりしてあるやろ。だってその、もう固定客しっかりおるから、ラジオの有利やんか、そんなの。テレビやったら、なんかしょうもないんで駆け出しのやつと比べられる。しかも駆け出しの方が持ち上げられたりして、面白いな顔したりするやん。プロスタートしよう、みたいに、さんがない。中尾明みたいにさんがないね。なんかあ、ほら、ああいうの顔してあるやろ。でも、そこに露出したなんか事情があるんでしょ。やけどな、俳優とかいうのはテレビは良かったっていうかな。だって、俳優もそうやんか、ちょっとミスしたら、全員やりなしやってる。な、一人の一秒のミスがいいね、全員やりなし。疲れるやろな、そら。な、しかも国民的な英雄っていうか、偉人。国民誰でも知ってるような偉人。主役じゃなくてもな。だ例えば大河やったら、どの武将もみんな大抵知ってるやろ、オタクやったら。歴史好きになったら。な、そんなんでな、うかつな演技してみんや。な、うるさいかうるさないか別として。そんな、そんなプライドうるさんでしょ、俳優の。そうだ、鼻から侍の役なんかやらへん。無理なんや。な、でしょ。で、ちょっと間違えたら、まあ、みんな やり直しになったりするから。で、疲れるから、テレビでハメ外してられるだけやん。だからそんなもん役割やったらあかんねんで。で、じゃあテレビずっとハメ外し続けるタイプの芸能人になりたいって言ったら、全員ハメ強いの道向かってるから。メリハリがないもん。ギュッと締めるとこと、パーンと弾けるとこないやろ。国本薫さんも弾けるときもひどいもんやったやろ。ラジオでひどいやろ、ひどい。もう、しょもう、バチッとこって消すぐらいしょうもなく言い過ぎてるやろ。な、俺の弾き方、どっちぐらいしょうもないことな。パッて、パッて。パンチが原因で、な、分解するぐらい腹立つことあるやろ、ラジオに。な、そう言ってる人が、栗本薫やったりしたら、もう、ウィンさんなんかって思うけどな。ウィンさんが面白かった、思春期の時は。めっちゃ面白かったよ。今から考えたら、女性の、いや、その、それは栗本薫さんだけでもないの。あの、外国の SF ファンタジー作家。みんな薬草の業者がな。全然あかん。で、それで魔女を描いたりすんねんね。女流作家が魔女を描いて、その小説の中で薬草の描写がない。信じられる？世も末やろ。やったらあかんやろ。な？っていうの、今、通用するよな。これ正論やんな、な。これ正論やろ、今言った。絶対正論やと思うんだけど。なんでこんな腰低くならなきゃあんの。絶対正論やん。藤丸って今うち言ったの、絶対な。ほぼ正論やん、うち言っても何もかも。な、今時代がついてこられるのちゃうね。時代が捨てて後悔してる内容から、みんな図星やねん。図星って死ぬぐらい。図星やねん。なんか嫌がられんの。ソクラテスの話もちょっとしたかな。ちょっと前にな。おとといぐらいかな。でしょ。で、じゃあもう一個、新聞。新聞ってもともとな、政治家が自分で書いて発行しとって、まあ民権政治家かな。で、新聞には政治論調が載った。民権政治家が自分で書いてたからね。それは新聞の元祖やねん。そもそもな。いや、見るとかは変わらないな。それ以外の、いろいろな。いや、今回の新聞はともかくな。まあ、川上音次郎の話とかも、あの、大河ドラマになって、あの人も新聞書いてたわけだけどね。あの人は政治家でもあって、芸人でもあったけどね。で、結局、要するに民権政治家は新聞書いとって、地方でも書いてたんだよね。全国紙じゃないだけで。で、結局、この新聞っていうツールはめっちゃ良くなるからな。これ政治家から奪ったろ。それ陰謀説な。マスコミの陰謀説というか、その奥に貴族がおったっていう陰謀説な。フランス革命もそう。な。
新聞は、革命の指針、じゃあ革命家が書いてある。お、これはええツールやと。これは革命家から取り上げる。な、新聞専門家になりたいやつもあって、うわ面白い、この仕事めっちゃ影響力あるやんって。これ合法的に人を乗せるか、たまは言わないけどって言ってな、人をコントロールできるのは、しかも合法的やな。このツール欲しいなって政治家以外が思ったりするもんや。そんなんと今言った芸能界の話ちょっと重ね合わせて考えてみな。今結論ってもしゃあないわ、こう考えてほしいねんな。その業界の人がやってる部分の一部分を切り取って専業にしてほしい。しゃあないことはないけど、でもそのしゃあない結果になったやろ。どうしようもない結果になってるんだ。で、新聞が何やがらってな。ネット買ってしたやろ。本なんか買って、そのテレビで政治評論か、あるいはラジオとかのな、ニュース解説とかな、でしょとか言ってたら何やったりするし、そんなんこうやってお茶の間っていうか、お茶の間っていうか、とこまえてるな。こっちはとこの間があるけどな。使ってんけどな、物件をしてんけどな。神道に戻ったから安定してるよ。な、仏壇とかなくても安定してますよ。神道に戻ってるもん。戻ったやと戻れんねん。あとは、埋葬の、埋葬、葬式の後をどういうふうにするかだけやけど、それはもう、頼んだ。まあ、ほんで、まあ、家族の方の、了解感をちゃんと家族に言っててくださいよと、神道の神社にお願いして、うちは、土葬になります。そうじゃないよ、うちは。でも、それは、家族、要するに、うちの配偶者だけじゃなくて、親ね、にちゃんと言ってください。それで、まあ、兄弟、ね、兄弟の配偶者、あたりにはちゃんと言っとかない。ね、そうやと、死んだ時に、なんか、ややこしくなって、結局、実家の方が強くない。ケースが多いからしっかり言ってください。因果関係も含めて言っといたらまだそうだよ。でしょ？じゃあもう大丈夫。じゃあそうなるよ。そこでこうなったらこの実家の方がおかしいから、こういう形になってしまうよ。どの家でもそういった事情がある、実は。で、そういう事情が全然ちんぷんかんぷんの家が増えてんの。これが日本が弱くなった理由。でもその人は、そんな制度があるから日本負けたと思い込んでるんだけど、アメリカはこの制度潰したかって。この制度があるから潰しに来て。日本からこの制度があったら完全に勝てると思って。あれ？いや、そんな封建制度があるから負けたんじゃなくて、その封建制度潰したくて必死でアメリカ日本を潰して、日本に勝った後、アメリカの戦争が始まったって、それ。日本の強い家族の絆を切ったアメリカ。家族の絆って言い換えたら、強みになるんだろ。でもその今言ったような話で説明したら、今なかんとこなんだろ。どっちも家族の絆やし、家族の絆っていうのは今うちが言うたような、さっき言うたような葬式の約束の話かって、そうやって思われへんのがすごい。どういうノリ、どういうイメージで何を習った、その教えた人はどういうイメージでそれを君に伝えた。やばい、分かってきたね。